講講師師ののの紹介をいたします本日の講師は松坂市民病院呼吸器内科の伊藤健太郎先生です、えー、と伊藤先生は2009年カナダ大学医学部を卒業しまして2012年より松坂市民病院呼吸器センターにて呼吸器内科医長として勤務を開始しております、えー、と同意にて呼吸器全般の診療を行い特に肺がん診療に精力的に関わっております 2016年に日本がん治療認定員を取得しており2015年には、えー、と三重県内にて実施したアル,アルク肺がん患者の治療効果について調査をしこれを公表しておりますまた2017年により WJOG 西日本の研究機構ですね にて実施した歩く肺がんの実臨床における広報的研究の研究事務局員にて従事をしております。2018年には日本肺癌学会のデータベース委員に就任されております。それでは伊藤先生よろしくお願いします。はい、今紹介いただきました松阪市民病院呼吸器内科の伊藤と申します。皆さんこんばんは。えっ、ー、と本日は えとこちらいただきましたお題なんですけれども非小細胞肺がんのアルグヘンと題しましてお話をさせていただきたいと思います、えー、とまずは自己紹介今、えー、とお話しいただいたんですが私の簡単な自己紹介させていただきたいと思います、えー、と私ちょっと変わった経歴を持っておりまして、えー、1999年に東京理科大学の医学部の応用数学科というところで数学を勉強してから医学部に入り直したという経歴がありますなのので今回のちょっとスライドもです、ね、少し 数学的な話も少し含まれているんですが皆さんに臨床試験をちょっと理解していただこうということで少し含ませていただきましたのでご了承いただければと思います2003年金沢大学を入学そして大学数学は卒業と同時に医学部に拾っていただいたんですけれどもその6年後卒業として そのあ出身が東京でありますので、東京に戻ろうと思いまして、東京大学の方で初期研修をしまして、そのあとは三重県の松阪市民病院の方で、有事の勧めで、紹介でそちらの方に移動して、学問を続けたという形になります。で、2012年に当院、松阪市民病院呼吸器センターというところを立ち上げました、その際に呼吸器内科になってくれないかというお話がありまして、呼吸器内科になったという流れになります。 で現在、肺がん学会のデータベース委員をさせていただくほか、えっと、呼吸器内科医でありますので、ここ ARDS でまああの特殊な肺炎のちょっと状態が悪いものと思っていただければと思いますが、こちらのガイドラインの作成のシ,これシステマティックレビューといって、えっと、データを集める委員の方の就任をもう今年からさせていただいています。でその他、現在、トルグという関東圏の横浜の方を中心とした臨床試験委員の一員とさせていただいているほか、 WJOG の若手の会の方の一員とさせていただいたりですとか先ほどご紹介いただきましたとおり WJOG では日本中の歩くの陽性の肺がん患者様のデータを集める研究事務局をさせていただきましたその流れでおそらく今回こういったお話をいただけたんだというふうに思っています現在卒業11年目で40歳皆さんからは若く見えると言っていただけるんですけども40歳になっています まあちょっとまた事故処分が続くんですが三重県という場所なんですけどもこの三重県縦長でこの松阪、えー、横に、えー、とこれポイントですねここにあるこれ松阪市なんでちょっと小さくて見づらいんです松阪市なんですが実は、えー、となぜ松阪市民病院、まあ、こんな市中病院から人がここで話をしているのかと思われるかもしれませんが実は松阪市民病院だと1の,の診療圏この南全域に渡たりますなので実はうちの松阪市民病院は 三重県の中で最も多くの肺がん患者様の診療をしている病院になります。そのためにまあ歩くの患者様もたくさん通っていらっしゃるという現状があります。その中でま呼吸器内科は今八人で診療しておりまして、その中の一員として私は上から今えっと四番目になりますが、ちょっとあの上の学生の方が一人今年の四月に入りましたので四番目として勤務しております。 では本日の目標、患者会でお話をする、患者様を相手にお話をするって、実は告白してしまうと、今回初めてでして、ほとんどの方がお医者さんを相手にお話をする、講演させていただくことが多いんですね。で、今回、よくここではアジェンダ、目,目次といって、歩くがどうかとか、知見はどうかとかいう話をするんですが、今回、皆様に何か目標を持っていただけた方がいいのかなというふうに思って、このような項目を作りました。でまず1つ目は歩く陽性肺がんを知っていただこう で次に、歩く陽性肺がんの治療戦略、治療、どのようにお医者さんが立てているのかということを知っていただこう、で次に歩く、えー、肺がんのデータを見ていただいて、えー、今、ご自身ないしはまご家族が来ていらっしゃるというふうにお聞きしていますので、えー、その方の治療の内容がまどういった経緯でそのようになっているのかを知っていただこう、で最後に歩く陽性肺がん、今後の展望等を含めて、希望を持っていただければなというふうに思いまして、このように目標と定めさせていただきました。 でまず一つ目で、歩く肺がん、歩くって何ということなんですが、えー、これもしかしたらもう皆さんご存知のことかもしれませんが、未分化リンパ腫機ナーゼという言葉英語表記でアナプラスティックリンフォーマカイネスという言葉がありますが、こちらの頭文字の ALK というこの頭文字を取って、歩くというふうに表現しています、で正式には、えー、歩く融合遺伝子という言葉があります。 でこの遺伝子なんですがこれドライバー遺伝子変異と呼ばれるものの一つとして数えられていますで最もドライバー遺伝子変異として有名なの肺がんで有名なのは EGFR というものですでもうすでにこの回でも、えっと、確か藤本先生でしたかね神戸のがお話しされていたと思いますが EGFR というのと並んで歩く融合遺伝子というものがドライバー遺伝子変異として知られていますでこれどういったものかといいますとがんの発生や成長に寄与するまあ がんを育ててしまう具体的にちょっと図で CM でお示ししますとまずここの赤いところですねここのところで遺伝子に異常が発生してでその次に異常なタンパク質が現れでそのタンパク質を介してさまざまな反応を介してがんが生存生き延びてしまったりですとか がんが成長して大きくなったりですとかがんが増殖分裂して増えてしまうこういった現象が起こります、まあ、こういった原因になるのがこのドライバー遺伝子変異と呼ばれるものでその中の一つがこのアルクと呼ばれるものになっていますでは「歩く陽性肺がん」というのはどういう特徴があるのかということですがまずがんの特徴と患者様側の特徴で分けてご提示したいと思います。 まずもうこれも皆さんご存知かもしれませんがほぼ9割以上の方が腺がんというふうに診断されていますでさらには発見時に進行期が多くて遠隔転移の頻度が比較的多いと他のがんに比べると歩くではないもの EGFR ではないものに比べると少し多いんではないかということも指摘されていますでここで皆さんあのほぼ9割以上が腺がんと言われますと私の患者様でも腺がんですと言われたらお伝えするとでは私は EGFR とかることかあるんですね というふうなことを言われるんですがそれは少し誤解がありまして実は CM ではこのような形になっています。えー、洗顔このようにたくさんいますと歩くという方はここに一部いらっしゃって大体これが3から5%ぐらいでこの中でここにあの青いラインに入らない方がいますがこれがまあこの1割に当たると思ってくださいつまり歩くの方はほとんど洗顔の中に含まれますが洗顔だから歩くというわけでは EGFR だというわけではないということをご注意いただければと思います。で患者様側の特徴としては タバコは吸わない若い若女性のアジア人,アジア人ということは日本人は全員含まれますがこのような方に多いとされています例えばこの若い女性に多いということから確か東海の地方会だったと記憶していますが妊婦さんでアルクハイガーになられて妊娠しながらアルクソガイザーを使ってというような報告を一度どこかで目にしたことがありますこれもこのアルクハイガーの女性で若い方に多い一つの特徴ではないかなというふうに思っています ちなみにその方は治療がうまくいって、お子さんも無事に生まれたという,ふうに報告を聞いていますで。ドライバー遺伝子変異、もう少しちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、ちょっとこちら、英語でわかりづらいシェームなんですけれども、タンパク質に異常があって、でそこからさまざまな反応が進んで、まあ、がん細胞が増えていく、こういった流れになっています。先ほどお話ししたとおりですで。そのドライバー遺伝子変異の中には、EGFR、ARC、ロ o s 1 BRAF というふうにたくさんのいろいろなドライバー遺伝子変異がありますが、 まず一つ目先ほどアジア人、歩く多いと言いましたけれども人種によってもこれ右側が u s a ヨーロッパと書いてありますがまあほぼ白人が多いですかねえまあ白人が多い人種ですとこういった分布になっていますし左側はアジア人、黄色人種が多いとこういった分布になっている人種によっても頻度に差があるでさらにこの中で歩くはここにあたりますが35%から5非常に頻度が少ないといううにされています。 でただ頻度が少ないながらも一ついいところいい点がありまして遺伝子変異のあるがん細胞には分子標的薬といわれる治療が非常に効果的というようなことが知られていますでこの分子標的薬どういったお薬かということもお話ししたいと思いますで従来の化学療法、まあ、これ殺細胞系というようなことを表現しますが、えー、いわゆるそれこそ10年15年前に点滴で行ってた抗がん剤よくドラマーですとか えー、映画ですとか小説ですとかあ点滴をするとゲーゲー吐いてつらくてぐったりしてで入院をずっと続けてそういった描写がよくされてたと思いますが、まあ、こういった薬剤はがん、えー、細胞だけではなくて正常な細胞にも影響を与えますつまり細胞を選ばない。でそのために、えー、例えば 毛根の細胞に作用すれば毛が抜けてしまいますし腸管の上皮細胞に作用すれば下痢症状が出ますしそういった副作用が比較的多く出るというふうに理解されています。それに対しましてこの分子標的薬と呼われる薬に関しましては先ほどの EGFR ですとか ALC ですとか特定のがん細胞のみに作用する,用するということが知られていますのでそのために2つ意見がありましてがんへの効果が高いと。 そこに重点的に作用することができた上えに副作用その正常の細胞には作用を極めて少なくできるので副作用が少なく済むということが知られています。で現在先ほども円グラフで少しお示しましたが現在治療薬お薬があるのは e g f r アルクロスワン b ーラフ、こういったものに関しては今のところは治療薬はあります。 厳密には他かのも治療薬あるんですが保険主催されて今現在我々医師が使えるものとしては治験を除きですけれども使えるものはこういった4種類のものは対象として今検査をして薬を届けるということを行っていますで,ではその分子用的薬ですがそれを「歩く阻害剤」というふうに歩くの場合は呼びますけれどもこの日本国内で使用可能なアルク阻害剤の種類は何があるかということをお話ししたいと思います これも皆さん、もうご周知かもしれませんが、クリゾチニブ、ザーコリという薬剤とセリチニブ、ジカリアで、アレクチニブ、アレセンサ、そしてここ最近上司されました、4泊に出てきましたロルラチニブ、ローブレナという薬剤の4種類が今現在使うことができます。で、ここで2つ目の目標として、まあ、これらの薬剤を我々医師が どのように使い分けているのか、これがおそらく皆さん気になるところではないかなというふうに思いました。で、ですので、まあここについてちょっと詳しくお話ができればなというふうに思って今回スライドを作っています。 でまあ、答えとしては臨床試験の結果ですとかあとは実際の臨床ゲームのデータ、まあ、最近ではリアルワールドデータという言い方がされますが実際皆様が受けた治療内容を過去に治療されたデータを集めて解析をしてそれでまたその結論を見て治療方針を決めていくという方法がありますけれどもこういったことを調べてより効果的だと思われる治療薬や治療法を選択していくということを行っています。 臨床試験というものはどのように行われるかということなんですけれども臨床的疑問クリニカルクエスチョン例えばこの新規治療薬は今までの治療薬と比べて治療効果があるんだろうかという疑問ですとかあとはこの新しい薬はより安全なのかなそういったことを調べるために行うのが。 治験とされ臨床試験とされるものですけれどもで今までの治療薬とこれを標準治療と呼びますがこれと期待される新しい治療薬これを比較してどちらが優れていいいるるのかをを見るととうことを行いますで主に目的としては、まあ、治療効果があるかどうかを立証する証明するということとあとは保健所を国で使えるようにするまたは科学的な根拠をしっかりとさせる、まあ、こういったものを目的として行われることが主流です。 でここでお医者さんがまあ臨床試験の結果をどのように見るのかということも基礎知識編としてお話をしたいと思いますこれあの。今からお話しする臨床試験の結果をそれぞれお伝えしてお医者さんがどのように治療を決めていくのかということを説明する上であで必要なのでちょっと難しいかもしれませんがぜひあのお付き合いいただければと思います。で最も注目されるこれ治療効果に限ってのことですが治療効果に限って注目される3つの項目ですけれども。 1>, 1つ目は走行率で、もう1つは無増悪生存期間、そして3つ目が全生存期間、こういう3つの項目があります。この3つの項目を見て我々はこの薬が効果的であるかどうかということを確認をしています。で例えば走行率、これどういうものかと言いますと例えば10人投与したら何人効いたのかということを見る何人中何人にがんが縮小したのかを見るものです。で例えば人人中8人で、 腫瘍が縮小ししたた場合は総効率80%といいう表現をいたします次に無増惑生存期間これはある治療法 A を行った場合にどのくらいの期間そのがんが増大せずに効く期間があったのか長持ちしたのかということを見ますで例えて言いますと治療 A をまず開始した後次にまあがんが悪くなったなって分かったのが6ヶ月目で分かった場合は無増惑生存期間は6ヶ月という表現をいたします。 で最後に「全生存期間」ですがこれはもう単純になりますで例で申し上げますと治療,治療 A を開始した後12ヶ月後で残念ながら他界された場合には「全生存期間12ヶ月」という数字で表現をいたします、まあ、このようなあの数字を見て我々はその治療効果があるのかどうかということを比較をして選択をしてまいります で今回は無造惑生存期間にちょっと注目をしてお話をしたいと思います。なぜならばアルク素外剤の治療の選択の基準がどうも皆さん無造惑生存期間、まあ、レスポンサーはどの薬剤もよ、あの総行率はどの薬剤も良いのでどのくらい効いているのかというのを主に注目して選んでいるからというところで、まあ、ここをちょっと知っていただけたらなと思ってお話をスライド1、2枚でお話ししたいと思います。 PFS というアルベットを3文字で表現いたしますが、ちなみに全生存期間 OS と訳されますが、この PFS について詳しくお話をしたいと思いますが、まず基本的に月単位で表現されます。例えば6.2か月と10.8か月、治療 A は6.2か月の無造作生存期間で、治療 B は10.8か月の無造作生存期間でしたというような表現をされます。 これを見て10.8ヶ月の方が治療効果が長いのでいい薬剤なんだないい治療法なんだなということを確認をしますでただこの数字だけではあのなかなかあ評価しきれないので基本的には生存曲線というグラフを見て我々はその治療効果があるのかということを確認をいたしていますで例えばこれがいわゆる生存曲線と呼ばれるものなんですが、えー、こちら2本の ラインがありますでこれそれぞれの治療を受けた方たちのグラフになるんですけれども2つあるということは2つの治療法で比較したというふうにご理解くださいでこの曲線は一人最初100%トで書いてあるんですけれども全員あの治療悪くなる前ですので100%から開始して例えばこれ5っか月後なんですが5か月後にもし増悪をするとこう1人分今度下に下がるというようなグラフになっています。 でですので増悪すると1人増悪すると1人分だけ100%かの1人分だけ例えばあのえそうですね100人患者様がいましたが1人増悪すると1%だけ下がる200人いたら0.5%下がるまあそういったグラフになりますでこの曲線が下がっていきますのですなわち上の方にあるグラフの方が優秀だと治療効果がいいというふうにまずご理解くださいえ増悪が下に行くということですそれが増悪が多い増悪の人数が多かったということになります でさらに先ほどここに示しましたここ数字ですねこれ数字で何,何の数字なんだろうかというふうに、えー、疑問に思われると思いますのでここのちょうど半分100人いたら50人200人いたら100人ですね100人目この真ん中の方がどのくらい治療を継続できたのか皆さんがよくあの日常で使う平均値という数字がありますがそれ非常に似た数字ではありますけれどもちょっと異なるもので中央値という数字を,を示しています。これは 極端に短い時間しか治療が効かなかった方ですとか極端に何か違う理由で薬が効いたとか違う理由でものすごく効いたというような方でデータを誤って見誤らないようにするための処置として中央値を示すということが一般的にされています。でこういった数字を2つ比較をしてグラフを比較をして我々はこちらの薬の方がいいんではないか。 上の方の薬の方がいいんではないかということを判断して我々は治療選択を行っていっています。で差を見るということなんですが2つの治療法は差を見るということなんですが例えば1人の男の子が10回中8回当たりを当てましたでもう1人の女の子 B さんが10回中6回当たりを当てましたでこれ80%と60%なんですがたった10回しか引いてないので女の子がもし仮にあと5回引いた場合に全部当たりだったらすぐに逆転されてしまいます。 でこ,れでこの結果をって A, A 君が B さんよりも苦渋が強いのか2回だけなので、まあ、この8回、6回,です2回しか差がないのでたまたまなんじゃないかということが疑われます。これは実は医学の世界でもありまして薬を投与された方例えば10人投与されたら8人が効きましたである薬10人投与されたら6人効きましたあじゃあもう8人効いた薬を使いましょうとは残念ながらなりません。で その差を本当に差なのかを見るために例えば人数をあの今回回数を増やした場合1000回中800回当たりもう B さんが1000回中600回当たった場合これ200回も差があります同じ 80%60% でもこの200回という差はそう簡単にはひっくり返らなそうですよねでこう見ますと、まあ、A くの方がやっぱり苦渋が強そうなのかなもしくはなんかちょっとずるしてんじゃないかなっていうような疑いもありますがこういったあの数字の差を統計的に数学的に本当に A 君のくじがいいんだということを示すというのがあの統計学という意位差があるというような表現をして評価をいたしますでその差がひっくり返る可能性があるかどうかでこの5%以下ひっくり返す可能性が5%以下というのを医学的に、えーまあ、慣習的に関連的に5%以下というものを優位とそれは意味があるというふうにしましょうというふうに判断していますでこの5%あの試験によっては臨床試験の内容によってはちょっと10%になることもありますが 大体、まあ、皆さんが目にするあの皆さんの治療に本当に実際関わるものに関しては5%以下で定められていることが大半ですでその5%ひっくり返す可能性というものを P 値 P の値とかで P 値というものの数字を見て判断いたしておりますでなぜこんな難しい話をするかと言いますとこの後ちょっとグラフで出てくるのでちょっと図で出てきますのであのご理解いただきたいと思ってこちらのコードをご提示しました でお医者さんのデータの見方初級編先ほど基礎知識編ですが、まあ、ある治療 A とある治療 B を比較をして今回は無造作生存期間に絞りますがこれを比較をしピーチなどを確認をして確かに差があると数学的に意味があるというふうに判断をしてその治療を選択するということをお医者さんは科学的に行っています。でここから 臨床試験から見て歩く陽性肺がん治療戦略の移り変わりを試験をともに順番に見ていただきましてお医者さんどのように治療を変えていったのかということを見ていただきたいと思います。まず2013年からクリゾチニブと薬剤の試験のデータが発表されましたあちなみにこの2013年14年は論文化された数字を書いております。 でこの2013年1なので実際に皆さんの目の前にデータが提示されたのはこの学会等でこの1年ぐらい前に大体あの発表されることが多かったり同時期であることもありますがちょっと早く皆さん分かっていると思ってください2013年14年に論文がこう出まして1つ目プロファイル1007これ二次治療ですが二次治療一次治療でそれぞれデータが出ましてその後セリチニブと薬剤のデータが出てまいりましたこれも二次治療一次治療というふうにデータが出まして でさらにアレクチニブこれ両方とも一時治療でデータが出ましたがこれはあの化学療法とではなくてクリゾチニブと比較するデータとして出てきました。で2018年ロルラチニブこれは比較ではなくて単、えー、群試験という,う全員、えー、皆さんがロルラチニブを投与されてそのデータを取るという臨床試験で行われたものが発表されています。ではこういった試験を受けてどのように治療が変わっていったのかということをご説明したいと思います。 まずアルク阻害剤が出る前は先ほど言いましたが SAS 細胞系というより化学療法が中心で行われていましたなので歩く陽性と診断されてもこの11両23両全部化学療法という形で進められていましたそうしますとまずアルク阻害剤が出てくると皆さん考えるのはアルク阻害剤は従来の化学療法よりも有効なのだろうかということがまず疑問として浮かびますで その疑問に答えるべく行った試験というのがまずプロファイル1007試験というものがありますで。これはクリゾチニブとアルク素外剤と化学療法を比較した試験になりますで。先ほど説明しましたカプラン・マイヤーカーブ生存曲線というものがここに出てきますがこれが悪くなったら下に下がるというそういったグラフでありますけれども化学療法の方がどうも悪くなるのが早い早く悪くなって下に下がってしまっているでクリゾチニブはまだ少しそれよりは あの持ちこここたえて治療期間がが長いということとうれで確認ができますでその治療期間は大体この半分のところの数字を見ると7.7か月と3か月の差がありますよというデータが示されましたでえこれだけ見ると皆さんもしかしたら今歩く阻害剤非常に長く治療期間効くので4か月の差なんてと思われるかもしれませんがこのピーチここに注目いただきたいんですがこれが0.001これは数学的に言うとつまり0.1%になりますが0.1%もちっちゃい。 先ほど言った5%ひっくり返る可能性が極めて小さいつまりこれが化学療法が上回るなんてそういったことはほぼほぼないですよということがこのピーチで確認ができますでこれで見ますとクリゾチームがやはり化学療法よりも優秀だということが確認できて皆さんの標準治療が変わるという形になりますで総合割合はあ化学療法は2割しか効かないところがあクリゾチームでは 65%6 割ぐらいが効いているというような結果でありましたですのでこの結果を受けてクリゾチームは化学療法二次治療においては良いと いう結果になりましたですのでアルクソガイは従来隔離効果的、まあ、今回副作用のデータは示しませんでしたが副作用も実は少ないというデータが出てまして副作用は少ないということが判明しましてこの図はこのようにクリゾチウムが二次治療という,ふうに変わりましたでは次の疑問はアルクソガイは一次治療最初から使えないんだろうかということをまず次に考えます。 でその次に出てきましたのが、プロファイル014試験で。これはクリゾチームと化学療法を一治療、一番最初の治療として比較したものです。でそうしますと、先ほど7ヶ月もやはり長くて10.9ヶ月。まあ、最初に治療した方がどうも長くクリゾチームは効いてそうですね。で化学療法も7か月で。これも3.9ヶ月しか差はないんですが、P 1、まあ、統計的には有意差を持ってという言い方をしますけれども、数学的には2つの治療法は差があると。クリゾチウムの方が 科学的に,科学的にまあ有効であるいうこととはこれはクチットチーム、まあ、後ろの方かなり離れているんですけれども、まあ、中央値は真ん中だけですのでこの真ん中だけの比較ではこの数字なんですがこのグラフを見ると先ほどグラフも見てって言いましたが後ろの方で離れているとなのことを聞いているということは分かりますよね。でこの結果をもってクジットチーム科学療法の一時治療よりも有効であるということが示されました。 でそうしますとさっきのシェーマーこの治療内容も治療戦略も、えー、一時治療の方が有効である一時治療の方が有効であるということが示されましたので前の方に変わってきて一時治療はクリゾチニブだっていうような形に変わりましたでその次に他のアルク阻害剤も次々出てきましたでそうしますと他のアルク阻害剤もどういう効果的なのかということが次は検証したくなりますでそこで行われたのが生理チニブと化学療法の比較試験とお続きますがこれも こちらは先ほどよりもさらに長いですね、16.6か月、で化学療法は8.1か月、有意差、これ,これでもかというぐらいの数字が書いてあるんですけど、これ、ここにあの、あえてここ消さなかったんですが、これ0.0001って書いてあって、ですねこんなに数字書く必要はないんじゃないかなと思うんですけども、すごい、あのもうまさにこれはひっくり返ることはまずありえないですよというようなことをここで、まあ、アピールしているような、そういった数字になりますが、総合割合も7割バーサス、まあ、約3割を切る数字で比較がされています。 この結果をもってセリチニブが化学療法よりもやはり一致治療でも優秀だということが示されました。で同時期にあのアレクチニブという薬剤についてもいろいろなデータが出てきました。でこちらはクリゾチニブの後でアレクチニブを使ったらどうかということを比較ではなくこれあの曲線が1本だけですので。 え全員にアレクチームを投与してみたらこうでしたというデータになりますがこういったデータが出されています。これすみません、ちょっと数字を大きく書くのを失念しておりましたこれ大体8ヶ月前後ぐらいの数字が書いてあります。なのでクリオチームの後でも半年以上この内服薬でまあこれ副作用も非常に少ない薬剤でありますがまあ使うことができるということが2つの論文で公表されました。同時期に2016年同時期にされました。でこの結果からまあ非常にアレクチーにも良さそうだというふうになりますがただこれ比較はされていませんので。 実際には化学療法例えば皆様ご存知だとするとアリムタペメトレキセードという薬剤とプラチナ製剤という薬剤を使うとどうも歩く疎外歩く陽性肺がんの患者様には効くんじゃないかということも言われていますでこういった薬剤とはどうなんだろうかということも気になるところですのでこれを比較をしようとした試験がありましたでこれがこちらアレクチームの化学療法を比較したヨーロッパで行われた試験になりますが これを見ますと化学療法は2か月も効かずでアレクチニブ9.6か月でしたという結果が得られておりまして結論としてはクリトチニブで治療した後であったとしてもアレクチニブは化学療法よりも非常によく効いているというデータが示唆されましたこの結果から一時治療で先ほどの2つ分かったことは一時治療でセリチニブは化学療法よりも有効,効果的であるとあとはクリトチニブの後のアレクチニブも有効であるということが分かりましたので 一一両のこのクリゾチニブというところにセリチニブが加わりましてでさらにまあクリゾチニブこれセリチニブの後のアレクチニブはというとあの後ろ向きのデータはあるんですが前向きのしっかりとしたデータちょうど少人数はあるんですけれどもしっかりした第三層ですとか大きな人数がないので今は,はっきり分かるのはまあクリゾチニブのアレクチニブはどうも良さそうこの段階ではこういったデータになっていますでそうするとここはいよいよもう本題に入ってきますが一一療でアレクチニブはクリゾチニブに効果的なのかと。 このアレクチニブが最初に使ってはどうだろうかということが次に気になります。でそこで行われましたのが日本国内とアメリカを中心とした国際試験で2つの試験がされました。でこれクリゾチニブとアレクチニブを比較した2つの試験の生存曲線になりますがこれ上ちょっと色が あの2つの,この論文から持ってきたグラフなんですけど、これ2つともちょっと色があの互い違いになってましてちょっと混乱しますが、J ア J R X 日本で行われた試験、上がこれアレクチニブ、赤がアレクチニブで、アレックスは青がアレクチニブなんですが、両方の試験ともアレクチニブがクリゾチニブよりも有効であるというような傾向が示されています。これ、じゃあ数字で無造惑生存期間と走行率で確認をいたしますと、このような数字になっています。先ほど ちょっとごめんなさい、1回戻りますが、この50%のところをアレクチニブは両方ともこの曲線とぶつかるところがないんですね、これ、すごく薬が効いているとこういった現象が起こります。なかなか悪くならないので、ずっと上の方向を推移するようなグラフになりますとこのいわゆる無増悪生存期間というものが数字として出せないという現象が起こります。で実際この試験は 両方,とも両方とも未到達、まあ、つまりは数字がまだ出せない状態であるということで一番最初に報告がされましたでこの段階で非常によく聞いてそうだなということが分かるんですがあ走行率を見ても9割と79よと8割ぐらいだいたい同じような数字でしょうかね2つの試験で同じような結果が出てまして、まあ、どうもアレクチームは良さそうというようなデータになっていましたで実はこの JRX とアレクス試験は、うん あの追加でアップデートデータがさらに新しく更新されまして今回この回で新しい最新の情報をくださいというふうに聞いてますので一応数字をご提示しますとこういった数字が得られています JRX は先月ですか6月瀬戸先生がアスコでポスト発表されましたデータでは34.1か月で RX 試験でもアップデートされたデータが JDO でしたかね論文出されたと思いますが34.8か月という数字が出てますのでやはりこれ見ても もうアレクチーブクリドチンブも一日よですごく治療効果がありそうだということが伺かがい知れますただこの J r x とアレックス試験は少しちょっと差がありまして特にあの我々が注目したいのはこの J r x 試験の方ですなぜならば日本人が対象としているということもされることなが内服量がちょっとこの2つの試験は違いますで日本人は300ミリを1日2回でアレックスは600ミリ1日2回ということになっておりますがこういった差がありますので えーまあ、注目したいのは JRX 試験でありますけれどもどちらの試験もアレクチニブがいい結果でしたということで、えー、結論が得られていますでこちらがあの実は先,先月先ほどお話ししました JRX 試験の新しいデータになりますがこちらがそのお無増惑生存期間の生存曲線になりますちょっとこうアップにしてみたものですがこれ先ほどから見てる曲線に比べてもすごく離れていて治療効果がありそうですね でこちらが実は全生存期間でいっ治療開始してからお亡くなりになるまでの期間を示したものなんですが実はこの二極線はあまりそんなに大きな差がないということも分かっています。 でおそらくはクイゾチジムを開始された方もあのおそらく一部いらっしゃると思いますが、まあ、慌てることはなくその後アレクチジムの治療を行えばおそらく同じぐらいの治療効果を得られるんだろうということを示唆しているものだと思います。ですので、まあ、ここから得られるメッセージとしては、まあ、あえて今治療がうまくう副作用もある程度マネージメントができて治療効果が得られているのであれば あ,のあえてすぐにあのこの結果を見てまあアレクチンブアレクンンブに切り替えるんだとはせずにまあ治療をそのまま続けて後からアレクチンブを続けてもいいんではないかなということもこっちからからはお伺い知れるかなというふうに思っていますでアレクチンブ一時治療としてクリシオンに効果的であるということが先ほどのデータで示されましたでこの結果を受けて まあこの二次治療からアレクチンは一次治療に上がるという形になりますが結果として今このようにクリゾチンブセリチニブアレクチニブと横並びでありますがじゃあどの結局どのアレクチンブが一次治療で良いのかということを比較したいと思います。で無造惑生存期間をそれぞれ比較しますと先ほど34.1ヶ月すごい数字が出されましたのでこれだけで見るともうやはりアレクチンブ他の薬剤よりも長い無造惑生存期間と高いえ走行割合走行率を示しておりますのでやっぱりアレクチニブなのかなというような 気がい,いたしますで最近出ましたロロラチニウムこれは一時治療のデータがありませんないというとちょっと語弊があるんですけどもフェーズ2の試験でまあ少人数で治療をしていないで投与された方がいるんですがなぜこう書いてあるかといいますと実はこう未到達であの具体的な数字がまだ出てないんですねなのでちょっとこのように記載してますが。 ローラチームではまあ一日治療のデータがなくさらには今まだ承認されておりませんのでえこの中で選ぶならばやっぱアレクチニムなのかなということをまず念頭に置いて次に副作用の確認をしますで副作用を確認しますとすべての副作用これまあ下痢ですとか軽いものも含めて比較した場合にはこのような割合でほとんど横並びであるんですが重篤なもので見るとやっぱアレセンサーアレクチニムは副作用が少ないのかなというような印象も受けます。 で特にこの左の3つは一時治療として使用今現時点では使用できるアルクソガイザーということを考えればやっぱアレクチニブの方が少し部がいいのかなというふうに思いますで特に応答症状ここに吐き気46%セリチニブでは66%でアレクチニブ実は7%しかありませんで副作用で私は実は肝障害とかは薬をやめたら回復することが多くてご本人がつらいと思うことが少ないので例えば吐き気ですとか応答するですとか そういった後にはつらいと思われる副作用が一番注目すべきではないかなというふうに思って診療していますでそういった数字を見ますとこのアレクチニブの7%を非常に期待できる数字だなと副作用少進なくていいなというふうに感じますですので一、まあ、治療としては,やはり有効性から副作用から見てもアレクチニブなのかなと,いうふうなことを思いますただ1つこのローブレナロラチニブですね実はオー吐症状4%ぐらいしかないんですねで副作用を見ると一番多いのは高脂血症ですとかう、えーまあ、トリグリセリド結晶 認知症状ともちょっとあるんですけども、まあ、こういったものをご本人がつらいと思うという観点で見た場合には、まあ、あまり変わりがないのかなというふうにも見ておりまして、まあ、今後一ちいちで使えるようになった場合には少し期待して見ていきたいというふうにも思っていますでそうしますと先ほどのこのシェーマは、まあ、このように一ちいとしてはアレクチームの推奨度が高くなるというふうになります で実際にこれ肺がんの診療ガイドラインになりますが肺がん診療ガイドの中でもアレクチニブの治療を推奨するという結論がこちらに書いてあります。で推奨の強さ1エビデンスの高さ A 一番高い推奨度とエビデンスの高さで推奨されておりましてでさらに状態が悪い方でもアレクチニブを使ったらどうでしょうかあとはクリゾチニブが効かなくなった方でもアレクチニブを使ったらどうでしょうかということがそれぞれ推奨されておりまして。 肺がん診療ガイドラインでもアレクチン部の数まあ高い他の薬剤と比べても高いということが示唆されていますではアレクチン部全部で良さそうだけども使い分けなどあるんでしょうかということが皆さん気になるかと思いますでまたアレクチン部の治療後はどのように治療するんでしょうかということも気になると思いますがまず脳転移の話なんですけれども脳の中血管の血管と細胞の関係ですねこういうふうにシェーマでお示ししますと 血血液がが流れて血管の上皮細胞がありますでここに脳細胞があった場合に例えばある物質がこのように血液の中に入ってきますと脳の細胞の中に入ろうとするのをこうブロックする機構が備わっていますでさらには脳細胞の中に何か悪いものがあった場合それを外に出そうという機構も備わっていますこれを血液脳関門 ブラッド・ブレイン・バリア BBB って我々は表現しますがこれは脳を有害物質から守るために備わっている機能だと思ってくださいこれのためにににに脳はががききくくい届きにくいとい届とう特徴がありますですので我々は実は脳転に関してはどのように治療したらいいのかということをよく議論になります でそこで、えー、ローブレナローラチニブという薬剤ですがこの薬剤は、えー、こちらに示しましたフェーズ2の試験の結果が示されていますが実は2つの期待がありますで脳への移行を良くするように作られたというふうに聞いておりますので脳転移の効果が強いんじゃないかということともう1つはこれ後ほどお話し,しますが G1202R と言われる耐性化他のアレクチニブやクリゾチニブが効かなくなった後もこの薬は効果が示せるんじゃないかということが言われています でこちらは臨床試験の結果になりますが一時治療特異症状の治療後でも非常に良い結果が出てまして先ほど未到達ってありますがあの数字ががままだ提示示さされれないぐらいいいいいら治療が効いてているととうことも示唆されていますで。脳転移のデータもちょっとお示ししたいと思いますが、えー、クリゾチリブの場合は脳転移をコントロールできる割合は56%しかおりませんでしたという数字が出ています。 でこれは脳転移がコントロールできる割合というのはあの増大せずに済んだ人たちが100人中56人ぐらいという数字です。まあ、これを基準として考えていただいて、えー、こちら、アレクチン部とロロラチームのデータですが、えー、脳転移の走行率はアレクチンは81%でそれに対してクリトチームの治療後では5割、まあ、これ2つ報告がありますので6割7割ぐらいというデータがありますでロロラチームもこちらの全患者では87%に効いていて クリトチーブの治療後でも55ぐらい効いていい効てるという報告がありますこれだけで見るとアレクチーブとローラチーブを比較するということはできないんですがローラチーブが少なくともアレクチーブと同程度くらいの脳底に対しての治療効果が期待できるんではないかということも伺い知れます。 例えば実際にこれ私の,あの患者様のデータになりますがクイドチーム内服してから213日後に2箇所このように脳転移を認めたんですがこの方は実はアレクチームに変更してガンマナイフは行っているんですけれどもアレクチーム変更してからは526日間は脳転移の増大がなくずっと経過ができたという方がいらっしゃいました。 この点から見ても脳転に対してアレクチニブですとかそういった薬剤効く薬剤があるんだなということがお伺い知れるかと思いますこういった脳転が出た場合には先ほど薬剤の選択ですが脳転よく効く薬を選んでいくということも一つの戦略になりますでまた先ほどお話ししました薬剤の耐性化ということですがこの耐性化というのは抗がん剤や分子標的薬などを治療中にがん細胞に薬剤が効きにくくなる現象のことを示します で原因として遺伝子変異がその耐性化の原因であるということが知られてますが例えばちょっと見にくい表で申し訳ないんですがこの表の中の左側ここに遺伝子変異の名前がたくさん書いてありますでここの横並びの緑があのこの薬が効きますよ黄色はこの薬はちょっと効きにくいですよということが書いてあります例えばこの1年だけ見ますと L1196M という遺伝子変異がある場合はアレクチニブはちょっと気が悪いけれどもクリゾチニブが気が良さそうだというデータになっています でこの表を見てもお分かりのとおり薬剤ごとで体制化の内容が全く異なりますですのでアルク素外剤を変更して効果が望めるという可能性もこの中で示唆されるというふうに考えます例えばこちらも私の患者様の一つのデータでありますが えっと、アレクチーブのもうすでに治療して増大し化学療法を行いいろいろな治療を行っていく中でリンパ節がまた増大しましたでこの方はもうすでにアレクチーブ長いこと治療された経歴がありますので実際はアレクチーブ効くかどうかと言われるとわからないんですがこう見ますとアレクチーブを再投与すると再度小さくなっていくということも示唆されていますで分子標的薬の耐性化の報告あの実はたくさんあるんですね えー、このように見ますとさまざまなポスターですとか論文でこういった表が出てまして実際あの細かく見るとちょっと差があるんですなのでちょっとどの薬剤どの遺伝子品どの薬剤を効くのかっていうのはこれを見る限りではまだ確定的ではないというふうに私は思っていますでこの表を全部、まあ、ここにあります論文やデータを全てまとめて一覧の表に示しますとこういった形になりますで例えばこの、えー、から丸っていう これ効かないという報告もあれば効いたという報告もあるのでこのような形になってますがこうやって見ますと実はこの 1202R という遺伝子変に関してはやはり薬が効きが悪いというのがどの報告でも一致して報告されておりましてその中でもロルラチニブはこの G1202R には非常によく効くんじゃないかということも示唆されています。こういった一覧,の一覧表から 各種薬剤の耐性メカニズムに対応した治療を選択しなくてはいけないんではないかとで副作用が少なくアルク素外剤の治療期間の延長が望めるんではないかとアルク素外剤をつなぐことによってより生活に負担のなないいいい治療がでできるのではないかととうことを期待していますでさらに次の期待としてはブリガチニブまだこれ国内では未承認の薬剤になりますがこちらも既にクリゾチニブと比較した試験の報告があります。 でこちらのカプラン・マアイヤーカーブ生存曲線を見ますとやはりブリガチネブが非常に有効であるというデータになっておりましてこれ未到達やはりあの50%のところにはまだ達していないのでまあ皆さんよく聞いているということを示唆されますが先ほどこちらを示しましたようにブリガチネブという薬剤は 1202R はちょっと気が悪いかもしれないとい報告もありますが他のセリジンブアレクジンブと比べますと比較的丸が多くて。 やはり他の薬剤にもひょっとしたら体制メカニズム体制化に対して強いんではないかなという期待感もありますでこの結果をもってクリゾチンブですねすいませんクリゾチンよりも良い治療効果が認めるというようなことが知られていますでえっと事前に頂い,いた質問の中で免疫療法はどうですかというお話がありましたので一部ちょっとそれもお話ししたいと思いますで歩く陽性肺がんと免疫療法ですが実は EGFR という遺伝子のある肺がんに対しての免疫療法はあまり良い,い結果ではないということが報告されています。でこちらはメタ解析といわれる各種の各々の試験を足し算をして,足し算をしてその治療効果があるかどうかを解析するという数学的な手法になります。 でこの方法で見た限りでは EGFR 陽性肺がんでは免疫療法の効果が乏しいということが示唆されておりますこれ左側によると聞いているということなんですが EGFR 陽性肺がんではこう気が悪くなっているというようなデータが示唆されていますでは歩く陽性肺がんではどうだろうかということは気になるかと思います 実は私はメタ解析ができますのであのもしデータがあればあのそれを提示できればなと思っていたんですが実際これあのちょっとビジネススラで申し訳ないのでこの数字だけちょっと大きくしましたけれどもこれ各種免疫療法の試験の名前になりますで見ますと歩く陽性肺がんの患者様はそれぞれ21名 0, 年0名でこれがまあ数字が書いてなかったあとこれは記載がなしなんですけれども8名3名2名非常に少ない人数しか試験には参加されてません。 その中でさらに免疫療法を受けた方は13名と6名と2名ですごく少ないんですねこれは免疫の単独療法併用療法ではありません単独療法での歩く陽性肺がんの人数ですがこの人数だけで歩く肺がんの患者さんに対して免疫がどうかということはちょっと議論ができないではないかなというふうに思っていますなので、まあ、解析できればと思いましたがこれは既存データではちょっと分析が困難という結論ですで皆さんが気になるのは免疫療法と化学療法の併用療法についてですが これに関しては実は実一部のデータがありますこちらお示ししましたのはアテゾリズマブという免疫療法と化学療法を併用した臨床試験が行われましたでこれは実は34名のアルクヨ性肺がんの方が入っているというふうに書かれていますで免疫療法の群に入ったのは13名実際に免疫療法アテゾリズマブと呼ばれたは13名というふうに論文を読み解くと数字が読み取れるんですがもう片方の免疫療法と化学療法を併用した試験では1人も入っておりません。 このような結果の中でこのような生存曲線が提示されています。これは EGFR と歩く両方入った人数で見た曲線になります。でそれで見た場合では悪くなさそうだという結果になっておりますので実際はこの結果をもってこのアテゾリズマブという免疫療法と化学療法を併用した治療を行ってもいいんではないかというような議論もよくされています。 私としてはこの2つ目に書いた私の試験ではありますがこの人数だけではちょっと正直治療していいのかどうかということまでははっきり申し上げられないんではないかなというふうに思っています。でやはりここに関してはあのしっかりともう少しデータを見て、まあ、現段階ではデータがないので、まあ、行うということに対して否定はしませんがやはりあの治療した方のデータを見て、えー、常日頃検証していくことが必要ではないかなというふうに思っています。で 現在想定される歩く陽性肺がんの患者様への治療戦略、これ、試験も含めてですが、まあ、アレクチニブ、化学療法は続くという形になりますが、それぞれ方針としては3つあるかと思います、化学療法そのまま続けるパターンと、化学療法からアルク阻害剤をつなげる方法、そしてアレクチニブの後ですぐに、アルク阻害剤、これ、下にローブレナと書いてありますが、続ける方法と、3通りあるかと思います。 で中には先ほどの免疫療法と化学療法の併用療法を持ってくる方もいらっしゃるかなというふうには思いますでそれぞれどういった方が対象になるかというふうに言いますとアルコス外きにくい症例なんかではやはり化学療法に早くスイッチしようというふうに考えることもあるでしょうしあとは先ほど脳転移が出たもしくは耐性化のメカニズムでローブレーーがきそうだという方には一番下のローブレーーに切り替えてというようなことも考えられるんではないかなというふうに私は想像しています でこちら最後2枚目のスライドになりますが、ル、え、ク、ー、陽性肺がんの患者様に対する分子標的薬は高い治療効果を示しておりまして、今後もこれは標準治療としては揺るぎないものというふうに考えています。治療方針については、さまざま臨床試験の結果、皆さんに今、見ていただきました結果から、我々われは脳転移がある、もしくは全身の状態ですとか安全性等を加味しながら治療戦略を行っていっています。 分子章的にはそれぞれの体制化に合わせて今後、治療の方針を決めていくことが可能になるのではないかなということを期待しています。また、その体制化に対する治療薬が次々に今後出てくることも期待したいというふうに思い、新規障害罪も期待したいというふうに思っています。で、一番最初に示しました本日の目標の確認ですが、歩く陽性肺が皆さん、知っていただけたかなというふうに思います。でまた、治療戦略の概要をつかむ、ちょっと難しい内容が含まれたかもしれませんが、 こちらについても我々医師がどのように治療を選択していっているのかどういったデータを見て考えているのかということもお分かりいただけたんではないかなと思います。で最後にブリガチニブですとか体制下に準じた治療を行うですとかそういった歩く陽性肺炎の治療に今後も期待が持てるんではないかなというふうに思って今回のお話の終わりとしたいと思います。ありがとうございました